サムスングループサムスンブ産社長のチョンヨンジュサムスンブ産は大韓民国の総合商社建設ゼネコンであるサムスングループに属するサムスンブ産の事業は商社だけと勘違いされるが商社部門と建設部門を二大軸に展開している2008年の通期決算では売上高が11兆8116億ウォン純利益3451億ウォンである 2015年には同じサムスングループの第一ケオリと合併し、旧第一ケオリのファッション部門、リゾート部門も展開している。第一ケオリとの合併をめぐる一連の手続きについては合併に反対したアメリカの投資会社が不平等な扱いを受けたとして、2018年7月、米韓自由貿易協定に定める投資家大国家の紛争解決を求め、 韓国政府に仲裁申請書を提出する初めての事例となった。1992年着工、1998年に完成したペトルナスツインタワー。当時は高さ452メートルで世界一の高さを誇った。タワー2をサムスンブッサンの建設部門が建設し、タワー1をハザマが建設した。 ブルジュ・ハリーファ・インチョン国際空港総延長2 1トルのニガワ大橋の建設を手掛けている。世界一の超高層ビルであるブルジュ・ハリファの建設や総延長2 1トルのニガワ大橋の建設、ウルサン原子力発電所、インチョン国際空港の建設など手掛けている。また1992年着工、1998年に 完成したペトロナスツインタワーのタワー2の建設を手掛けた。当時は高さ452メートルで世界一の高さを誇った。ペトロナスの本社が入るタワー1は日本の狭間が建設した。ありがとうございます。